い、こんにちは、もか太郎です。今回はですね、ちょっと行ったことないダンジョンに行ってみたいと思います。でね、いろいろ分かったことがあるんだ。いろいろ分かったこと。もしもし。もしもし。おはようございます。おはようございます。今何時ですか？今深夜の1時全然寝てたよ。あ、寝てた。寝てた。あ、ほんとだ。ダッツさんの声がね、お米みたい。はいはい、お米。お米？ああ。おー、すごい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 。でかすぎ？発芽した。今どこにいるんだい？悪魔のレイシュラーリンの近く。あれ？じゃあ中心ってこと？今中心よりちょっと左ぐらいの感じかな。こんなところにいるんだ。で、前回行った、はい、眩しいダンジョン覚えてる？溺れし者の港？こういうダンジョンが世界各地にね、全部で何箇所だったろう、ちょっとうろ覚えなんだけど、12箇所ぐらいあるらしいんだ。ちょっと数はおぼろげなんだけど、まあ、たくさんあるってこと。だから今回はそのたくさんあるうちのもう一つのダンジョンを探し行こう。だったら眩しいダンジョン以外にどっかダンジョン見つけた？グレムリンの隠れ家。グレムリン？うん。私それ知らない。よそ者の避難所。知らないそれ。蛇の道。知らないそれ。なんでそんないっぱい知ってんの？全国回ってみたよ、一応。あ、そうなんだ。まだ右下の方以外はほとんどぐるっとなんとなくチャレンジした。中、いや中入ってない。ああ、そうなんだ。なんかね、時間によってそのダンジョンの扉が開いたり閉じたりするんだよね。うん。だから真ん中のマップにピンクの竜巻が起きてるときは周り閉じてるのかなって思ったら、うん、そうでもなかったりするから。あ、なんか場所によって開いてるところと閉まってるところあるな。規則がわからないよね。でね、新しくなったこのゲームでは、はいはいはい、今まで奴隷一人しか連れていけなかったんだけど、うん、今回から馬プラス人とかこう同時に2体追従することができるようになったんだよ。え、今回からやった？そうそうそう。あれ、前回の最後ぐらいに前のサーバーでいけたような気がするんやけど。本当に？うん。いや、それ知らんかった私。うっせやろ。ほんとほんと。じゃあ、まあ下のグレムリン行ってみる？グレムリン行ってみたい。じゃあお願いします。誰だこの人？ちょっと待って、敵飛ばすわ。この人誰？あ、ビーチさん私最近もう一回言うときよ、もう一回言うときよ。これ何何おい君はさ、なんてことをしてるん。よし、行こうか。目的地はグレムリンのダンジョン。真ん中のマップにピンクの竜巻がブワーって出るときあるじゃん。うんうん。その時に私真ん中行ってみたのよ。うん。そしたらさ、コナンエグザイルじゃなくてバイオハザードみたいになったんだよ。ああ、そう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 。ダンジョン行った？行った行った。非常に私は怖い思いをしたよ。どんどん竜巻のあれ、前のところの悪魔雲の油風呂。油風呂。油風呂ってね、男塾の先駆け先駆け男塾。それで出てきたじゃん、油風呂。油風呂下から燃やされるやつある。そうそうそう、悪魔雲。油風呂はは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 は。これがグレムリンが新しいバージョンじゃないの？初めて見た。うわー、すごい、初めて見た。ロケーションすごくない？上見て、かっこいいね。じゃあ行ってみましょうって言いたいところだけど、閉まってんだよね扉。そう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 、ほんとほんと。ほら、扉が閉ざされているって。あ、ほんとや。でさ、マップだと真ん中にピンクの竜巻出てないんだよね。あってことは、ここはピンクになると開くのかな。そんな感じかもしれん。じゃあそれまで待ってよっか。お尻の穴みたい。私それ言おうとした風が吹いてきた。来るよこれ。あ、そうそう、ダンジョンを攻略すると印象なのかな。印象が手に入るんだよ。で、はいはい、運が良ければレシピも手に入るのよ。で、印象の使い道がよく分からなくて、とりあえず持ってはいるんだけど、うん、今回使ってみようか、うん。あー、穴が開いてきたぞ。穴が開いてきた。あ、本当だ。これ開くんじゃないか。ちょっと赤くなってるね。じっくりじっくりなんだよ。何が？おー、赤くなってきた。赤くなってきた。いい塩梅なんじゃないこれ。もうそろそろ門が
門が開くんじゃない。どこの門、どこの門。ここの門だよ、ここの。こうの門、こうの門じゃねえ、バカだね。行ってみよう、行ってみよう。あかん。え。よし、じゃあ今日はこれで終わりだ。ということで、飽きませんでした。それでは悪魔雲の本見てくるわ。うん。あ、開いてるわ。え、マジで。じゃあそっち行こう。いけ。ここはちょっとわからないね、条件が。おお、何これ。うわー、すっごい雲の巣びっちりじゃん。うん、行ってみよう。うわ、はい、すごい。アグマグ、アグマ、あ、あぶ、アグマ。うわー、いつものロックだね。そうそうそう。うわあ、お広いですね。うわ、え、左右開くの？雲じゃん。これはこっち倒すわ。オッケー。うわ、なんかアルテマウェポンみたいな感じだね。え、うえ。え、何これ？黄色の雲出てきた。でかいでかい。よく。袋はついてないよ。おお、怖い怖い。何ですか？うわあ、何これ？これこれこれやばい、これやばい。うわ、何これ、毒みたい。連続ダメージだよ。死んじゃん。早死ぬの。錬金規約、劣化エルダリオ。うわ、やっば。あー、ボスっぽい。硬そう。うわ、やば。うわ、やば。両サイドやば。雑魚からやるか。やばい、なんか動き出すんじゃん。来た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 。やばいんじゃない、やばいんじゃない。うわ、でかっ。よしよしよし。ドクロさん、ボスだ。でも意外に体力はあれやと減るのね。早いね、確かに。なんか出すんじゃない、出すんじゃない。なになにこれ、なにこれ。スタミナが見えない。よっしゃ、出血20。いけるいける、頭もちょっと、頭もちょっと。よっしゃー、エルダリウム10個。あ、一発いける。キッチン。終わりだ。おお、玉や玉。んじゃこりゃ。あ、印。力の断片も入ってる。ほんとだ。ミルダリウム40個。40、でかいな。金石。お、全部いいじゃん。じゃあ帰りますか。行きましょう。はーい。よいしょ。これ、ダッツさんの拠点なの？うん、あ、そうなんだ。これこれこれ。え？なんかすごい整理されてるけど、なんで自分の拠点ってなるとこんなにしっかりするんだよ、これ。エルダリウムって書いてあるを借りるね。ここにさっき取った劣化エルダリウムを入れて焼くと、あれ？一瞬で燃え尽きたんだね。あれ、バグやバグ。一瞬で燃えちゃったよ。じゃあもう一回やろう。よいしょ。そうするとね、エルダリウム鉱石に変身するんだよね。このエルダリウム鉱石って何に使うかっていうと、今のところ分かっているのが使い方2種類あって、うん、さっきダッツさんが言ってた電子ラインっていう場所がここら辺に点々点々っていくつかあるんだって。で、そこにこのエルダリウムの鉱石と、ここにピンクのサージが発生した時に現れる敵を倒すと、ヒントヒントヒントっていうアイテムがもらえて、それを複数持って、エルダリウム持って電子ラインに行くと、ネームドとかが発生できる、こう特別なサージを起こすことができるんだって、その場所で。っていうのが一つの使い方で、あとは研究施設って言って、こういう作業台みたいな感じでドーンって出せるんだよね。で、そこに伝説の防具もしくは武器をセットして、エルダリウムの鉱石を20個かな、20個セットすると、それがこう研究されてレシピになるんだって。で、研究も失敗する可能性があるんだけど、失敗するとどうなるかっていうと、伝説の防具または武器の耐久がゼロになるんだって。なるほど。じゃあ、ある意味作るのも一か八かの、そう、ギャンブル性が結構あるんやね。じゃあ今回はあるね。で、さっき手に入ったこの印象、うん、印象ちょっと使うって出てるからやってみるね。ポチ。精神に共鳴する印象。精神？
精神力なんかなかったよな、このゲーム。ステータスの画面見ると、うん、印象っていう項目が追加されて、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14 個の印象のマークが映ってて、今使った悪魔の印象のマークが白くなった。あー、14個の最低ダンジョンがあるってことやね。そうだね。え、これ全部使ったらどうなるの？なんかまたどっかが開くとかがあるんじゃない？あ、一番さ、真ん中のこの塔のダンジョンが開くとか、そういう感じじゃない？あー、もしかして。なるほど、いや、今回は悪魔雲のダンジョンを探検したという動画でございました。次回あの、あそこ行こうよ、開かなかったところ。グレムリンだっけ？はいはい、グレムリン。あそこ行こう。はい、はい、じゃあそんな感じで、それではありがとうございました。おやすみなさい。はい。